渦中の柿沢議員に新たな疑惑です。江東区長選挙をめぐる公職選挙法違反事件に絡み、柿沢未途衆院議員が区長選の前に区議会議員らに現金を配ったことが分かりました。現金を受け取った議員は東京 MX の取材に対し、木村区長の応援との因果関係を否定しています。柿沢本人が来て、事務所のうちの家内かな、自分の事務員からもらったよ。木村区長を応援されているのと、その柿沢さんの1万円っていうのは関係はないっていうことでいいですか？全然関係ないです。関係者によりますと、江東区を地盤とする自民党の柿沢未途衆議院議員は、4月の江東区長選挙と同じ時期に実施された区議会議員選挙に伴う区議本人への陣中見舞いとして現金を配ったと説明しているということです。もし区議に区長選における木村弥生区長の票の取りまとめを求めるなどしていれば、公職選挙法違反の買収の罪に問われる可能性があります。しかし柿沢議員は区長選で当選した木村区長への支援を求める意図はなく、現金を配ったことは適正だったという認識を示しているということです。また領収書が手元にあり、適正に処理したと話し、これまでも陣中見舞いとして現金を配ったことがあると説明しているということです。実際に4月の選挙の際に陣中見舞いとして現金1万円を受け取ったという現職の区議会議員が東京 OMX の取材に応じました。柿沢本人が来て、事務所のうちの家内かな、自分の事務員からもらったよ。その時どういった声掛けあったんでしょうか？まあ頑張ってくださいって。また選挙の一月前には柿沢議員から木村区長を応援するよう依頼があったということです。だから区長さんをよろしくお願いします、ここの、ま、町を一緒に練り歩いてくださいって。ただ紀藤議員は陣中見舞いとして1万円を受け取ったことと木村区長の応援に入ったことの因果関係は否定しています。木村区長を応援されているのと、その柿沢さんの1万円というのは関係はないということでいいですか？全然関係ないです。ちなみに木村さんを応援された理由というのは何なんでしょうか？柿沢さんが木村さんをお願いしますって言うから。紀藤議員は受け取った1万円は収支報告書に記載し、適切に処理していると説明しています。代表なんで私は。東京地検特捜部も現金の配布を把握していて、趣旨を慎重に調べています。関係者によりますと、東京地検特捜部が区議らへの事情聴取を開始し、柿沢議員からの現金受領の有無を確認しているということです。